おお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 
おそす、ちはやです。マリオメーカーやっていきましょう。スーパーメトロイドボスラッシュ。サムスだよね、メトロイドって。メトロイドのボスってどんな感じなんだろう。では、サムス。いや、マリオじゃん。そもそもどういうゲームなんだろうな。大乱闘スマッシュブラザーズで知ってるくらいだわ。あ、こうか。OK。そろそろじゃない。まだ間抜け。あー厳しい。もうようやく慣れてきた。はい、よし。まだリハビリが続いてますね。オッケー、やっと倒した。やばくちゃ。オッケー、時間かかった。60秒。鬼のように時間かかってますね。でまた中間取って、今度はここ、今度はヨッシーだね。なんだろう。うわー、あー取れなかった。そっか、バネで下がらせればいいんだ。はい、でこうやって食べて、やべー、危ねえ。よし、必須だからね。はい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 、あ、普通に下がらせればよかったんだ。倒すんじゃなくてさ、ミスった。一応全部持っていけるものは持っていきましょう。これはヨッシー乗り捨てなきゃダメ。バネ使えばなんとかなった。いやでも高さ的に多分もう一段必要だったかな。ボスラッシュ、わあ、早速食らった。待てね、もう一回わざと食らってから、よっしゃいー。3番目が一番簡単だったかも。で、これ入って、繋がってって、土管入って、右の土管に入って、まだ続くね、これね。くって入って、もう一回口に含んでおいて、多分まだあるよ。思った通り。はい。でもう一回じゃ含んでおこう。ヨッシーの口の中何度くらいまで耐えられるんだろう。やべ、あーちくしょう、ファイヤー状態じゃなくなっちまった。雑食プレイ。オッケー、含んで、ほっ、間抜けて、落ち着いて乗り直して、あー、ついにちびっこになってしまった。しかも、あ、あ、あー、オッケー、はいはい。そっか、今度は倒さなきゃいけないのか。ヨッシーめっちゃ大事だな。あ、別にヨッシーじゃなくてもいいね。ファイヤーでも。やべ、こいつ。もうダメになった。もうヨッシーが必要。オッケー。落ち着いて乗って、当てて、吐いて、放って、あー、乗って、乗って、あー、オッケー、ファイヤー、あー、ヨッシーが、これは一回必ず食らわなきゃダメか。あと何回だ、これ。さっきみたいなやつかなりやばいぞ。苦しい。しんどい。はい。はい、はい。一回下がろうか。はい、はい、はい。ここしゃがんで耐えて。オッケー、うー、もうやり直したくなかったよ。やべやべやべ。こんな感じ？うわ、超時間かかりそう、これ。はっ。おー、3回でいいのか。だとしたらそんなにきつくないか。よし、オッケー。いやー、リハビリにはちょうどいいコースだね。4月の9日にいただきました。ファイヤーパックの上からダメージを受けないとゴールできません。ファイヤーパックの上からダメージを受けないと、ゴールできません。
スピンでダメージを受ける。うん。本当だ。あ、いや、食らった。でもな、あれだよね。パックンのファイヤーに当たってるよね。多分そういうことだと思うんだけど。ほら、ほらほらほら。そういうことだと思うんだけれども、なんか当たらなさそうな雰囲気あるけどね。当たるんですね、あれね。当たり判定があるんだ。パックンがちょうどファイヤーを吹いた瞬間にマリオがパックンでスピンしてると多分当たるんでしょうね。ほんとほんとその一瞬だけ。超ギリギリあるんでしょう、当たり判定が。4月の9日にいただいたコースです。マリメをやってたら、同感に突然めり込みました。これは使えるんじゃないかと思ってステージを作ってみました。とのことですね。〇〇を使って同感と一方通行の間に入ると壁ジャンプできる。同感と一通の間に入る。ああ、めり込んだ。でも先に進めねえ。あ、待って。そっか。足、押してもらえるんだね。P スイッチを。なんだろうね、これ。え、左行けねえ。一方通行なのに。なんだなんだ。めり込みましたね。なんだろうね、これね。これは全くもって謎だなぁ。どういうことなんだろう。全く想像もつかねえな。なんでめり込んだ。リニアモーターカー越えのスピード、ダッシュ全自動。あ、これは早い。くっさえ。気持ちいい。あ、これは早い。くっさえ。ちょんのり。はは。下、氷でしょこれ。これ無理だろう。いけんのこれ。いけたー。いや、乗れんのな。結構乗れんな。結構余裕あります。割と余裕あるわ。パッと見絶対無理だろって思うけどね。氷ブロックだから、いけるもんだね。暑さ吹き飛ぶ爽快スピラン60秒スピラン。自分で言うのも変ですが、プレイスは結構多いです。本当だね。2万分の175。クリア率が 0.83 ですね。じゃあ行きましょうかね。まずは3段ジャンプから落ち着いて死にます。最初がいきなりクセモンだな。3段ジャンプかなー。ちげえ。オッケー、ギリギリ耐えて。あ、倒せー。なるほどね。はいはい。まあまあまあ、最初は、時間間に合わないでしょうが、進んでいきましょうか。走って大丈夫そう。いやー、スピンだなー。うん、ジャンプで抜けれますね。オッケーオッケー。あー、ここむずい。いやー、よし、抜けれた。死んだ。なるほどなるほど、クルン入れずにこのまま落ちればOKだったのか。スターランだな。あ、オッケー、あぶねー、ギリギリ間に合った。けど時間が間に合わなさそうだな。次は、クルーン入れなきゃいけないらしい、コインのとこで。はい、はい、はい、オッケー。いやー、届か、あ、届いた。いやーん。はい、はい、と言って、踏んで、踏んで、届いたよ。オッケー。時間は余るタイプだった。
本日ラストかな。4月の4日にいただきました壁キックコース、ちょっと難しくなっておりますが頑張ってくださいとのことですね。ありがとうございます。床なし壁キック頑張って千早さん。特に最後はなんだ、最後なんだ、1マスしかなくてそこの隙間にヒップドロップで入る的な。とりあえず壁キック、ここはヒップか。いやー、壁キックコースは本当に喋る余裕ないんだよー。乗った、なるほど。どうしよう、こっから行くのは厳しいかな。はい、よし、オッケー。ふう、ということで今回はここまでとさせていただきます。動画最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、チャオー。